画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はザ・フォレストの方、実況していきたいと思います。で、実はですね、これ一回撮ったんですけど、鹿をね、狩りに行くっていうのを、この槍かな。槍は何番だ ?3 番か ?4 番か ?1 番か違う。このね、アップグレードされた槍っていうのを使って、まあ、鹿を狩りに行くという、のがね、撮ったんですけど、一回。まあ、ちょっとね、音声がね、なんかプツ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 途切れてて、まあ、何の不具合かわからないんですけど、まあ、撮れてしまっていてじゃない、音声がね、ちょっと途切れてしまっていて、まあ、ちょっとね、今回その、撮り直しということで、鹿をね、まあ、狩りに行くと。で、今、どこなのかというと、ここです。北側の島のね、一番、どっち?東にいます。で、ここの高台の上に鹿がね、いるんですけども、この高台にね、登るのがね、結構ね、めんどくさいんですよ。いちいちね、その迂回しないといけないんで、海側をね、回って迂回した方が、原住民と会わなくて済むんですが、まあ、今回ちょっとね、こっちから行ってみます。久しぶりに森に来ましたね、こっちの森には。まあでも言ってもね、1週間ぐらいかな。まあ基本的にね、週1ぐらいのペースで撮っていってるんでね。週1でやって、その3本分、4本分ぐらいかな。まあ撮ってるみたいな感じで。まあボツになることもあるんですが、まあ、そんな感じのね、ペースで撮っていっております。で、さあどうしよう。アライグマ。これね、アライグマです。このアライグマを撮ると、まあ、肉がね、普通の肉が2つ分かな。あ、持つことができない。ってことは、普通の肉が多いので持つことができないってことなので、一回ちょっとね、ここに火作って、よいしょと。普通の肉2つほど食べちゃいましょう。これかな。で、さっき取ったリスの肉もう一応取っておきたい。これがね、アライグマなんですよ。でアライグマの皮を、ウォームスーツにね、使うことができる。それでね、ウォームスーツを着れば、まあ、夜、に雨が降ったりしてもね、凍えずに済むと。あと雪山に行くときもね、結構重宝するんで。またね、素材集めて作っていきたいと思いますが、肉がうまい。で、ここにね、また今度、お家をね、作って、ここにもね、拠点を作りたいと思います。なぜかというと、そこの池の水は飲めるんでね。飲み水が、近い場所?あれ?ここ飲めるよね。鍋で救えるかどうか。あれ?救えないっけ?あ、救えるよね。一瞬だけ出てきた。ほらほら。この鍋を使ってね。まあ水が取れるってことは、ここはね、いい水場になるんで。あいよ。ちょっと皮だけもらっていっていいかな。ごめんだけど。肉はね、今ちょっと持てない。もう。いや、本当はね、肉まで美味しくいただかないとね、ダメなんですけども。ちょっとつい見てしまった。目に映ってしまったんでね。いや、でも今後、ここに拠点を作りに来るなら、作っててもいいかもしれないね、物干し竿を。もうちょっと奥にしましょうか。ここら辺に今後拠点をね、ちょっと待って、今どっち向いてるんだ。あ、鹿がいたんだけど、今ちょっとね、アライグマさんを無駄にしないために、こっちにも確か池があって、こっちの池のね、ほとりに、今度作っていきたいと思うんで、
物欲しさをここに作っときましょう。乾燥だらね。よいしょ。というわけで肉干して回収しに行きましょう。アライグマをね。でトカゲは生だね。トカゲも干しとく。しーしー、もうないね肉で。こっちか、こっちの方ですよね確かね。でこのね、今回は槍の威力、あれこっちか、あそこの池の前だっけ。この槍の威力を試すためにね、鹿を一発で仕留めることができると、この槍で。なんでね、それをねお見せしていきたいと思います。まあ、この槍はね投げることができるんで。どこだっけ、あそこ、ああれか、これですね。さあ回収しに来ました。貴重なねやっぱ食料ですから。でアライグマの皮を使ってウォームスーツっていうのをね作ることができる。アライグマ、イノシシ4、シカ6、ウサギ1、布トロープが2つずつとね、まあ、結構ねやっぱ材料必要なんで、シカをやっぱり飼っていきたい。でもそうか、シカ肉も、シカ肉って4つ入るから乾燥棚干しとかないとダメなんですよね。でまあエキナセアね、ここいっぱいあるんで、このエキナセアが結構重要な植物ですね。スタミナ回復とかのね、薬というか薬草を作るときにね、結構使うんで。物干し竿に干しておきましょう。ブルーベリー美味しい、水分もねあるんで。でここに作っておくことによって、ここに拠点を作ることによってブルーベリーをね干したりもできるんで。ブルーベリー干すんじゃないわ、ブルーベリーをね、まあ、あの自然から収穫できる、自然にね生えてるんで、これを収穫してまたねブルーベリーの栽培とかもできるんでね、まあ、今後やっていこうかなと思います。さあ鹿探しましょう。鹿をね、鹿を探して、池の拠点に戻ります。湖かな、湖というか池というかね、池の拠点に戻って干してね終わりにしたいと思います。今回はさあ鹿どこだ。いやー最近やっぱねちょっともう鹿を見つけるまで世間話というかね、世間話かな、世間話しますけども、最近ねやっぱ暑くなってきてるんでね、皆さんクーラーをね、まあ、適切な温度に保って、ね、あんまり冷やしすぎるとね体弱い人は体調崩しちゃうんでね。ただねクーラーをつけずに扇風機もつけずにっていうのはね、でも締め切るとかね、そういうのはね、あん、鹿の声が聞こえる、そういうのはねやっぱ熱中症になっちゃうんでね、熱中症とても危険なのでね、まあ皆さんちゃんとクーラーを使いましょう。私でもねこれ撮ってる時クーラーつけてないんですよ。クーラーうるさいんですよね。この前もねデッドバイの実況で言ったんですけど、クーラーがねうるさい、本当にもうグワン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 言いますからね。なんでね基本的に取り終わってからこう冷やしてみたいな、部屋冷やしてでまた取るみたいな感じに、ね、なっております。いないね鹿、さっき鹿の声聞こえたんだけど、ここでも結構いるんですよ鹿がね。ああでそうか、ここにジップライン作りたいんですよ。あいた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 、鹿いた。ただこの角度で投げるとこの槍をね失っちゃいそうなんで、もうそっちに行ける、やめてくれやめてくれ、もっと壁側に、そう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 、見えづらい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 、逃げてくれとは言ったものの、
どういった？シカちゃん、あ、しまった。ほってね、ほら、一発でね、もう倒れちゃうんですよ、シカが。刀で何度切ってもね、なかなか死なないこのシカが一発で仕留められると。あのシカもいますけど、あのシカはちょっとね、肉持てないんで、今スルーしましょう。さあ、じゃあ拠点に戻りましょうか。お家にね、お家に戻る近道はまず真ん中から攻めた方が良かったかな、あの小高い丘の上からね。まあいいや、こう来てこう来て降りる。あそこにもいるね、浜辺に。まあ今回見逃してあげましょう。まあね、全部取っちゃうとね、やっぱ生態系崩れちゃうんで。ふっ、この槍ね、でも結構当てるの難しいんですよね。さあ、朝日をまあ左手に見ながら。いや、いいですね、綺麗だ。さあ、あそこのね、黄色いお家に向かって一直線に走っていきたいんですがね、一直線にも走れないんだな。うん、地形がねあるんでね、地形の影響がね。まあトカゲいたらトカゲ狩りつつ、まあ深追いはしないと。ここの集落ちょっと見ていきましょうか。ここにね、集落があるんでね。なかったっけ。ああ、あったあったあった。ここの集落で、ここに布かかってるんでね、これちょっと取っていきましょう。貴重な資源なんでね、布は。前まではね、これね、毎回ロードするたびに取れたんですけど、今はね、もうこの1回限り。なんかすんげえでかい足音聞こえたんだけど、気のせいかな。ここね、原住民湧きやすいんでね、ちょっと注意していきます。ここのあの真ん中の木のところの布は毎回湧くんですよ。ここね、ここの、ここの2つと、あとどこだっけ、ここの3つか、ここの3つは毎回湧くんでね、まあ、取れる時に取っておく、来た時には取っておく。ダイナマイトもね、毎回湧くんで、まあ、一応取っておくと。さあ帰りましょう。トカゲ、トカゲはね、もういつでも取って問題ない。よいしょ。やっぱね、防具に必要なんでね。チコリも取っておきましょうか。確かね、前回ちょっとね、取ってないところで、まあこれ作ったんですよ、体力ミックスとかね。で、この薬草、草類をね、植物を使って作っていくんで、取れる時に植物を取っていくと。で、栽培することもできるんでね、植物は。まあ、でも植物はあんまり栽培しないかな、私は。果物、あのブルーベリーとかなら栽培するんですけども。よいしょ。家に近づいてきたんでね、ちょっとここら辺から足ゆっくりゆっくり進んでいって、もしやばいやつらがいた時にはすぐに走ってね、池の中にダイブできるようにしていきたいと思います。はいよ。枝も使っちゃったんでね、ほいほい、当たらない全然。さあ、というわけでね、家に戻ってまいりました。鹿肉とトカゲ肉干して終わりましょうか。トカゲ、トカゲ、トカゲはね、いつでも使えるんでね。よいしょよいしょ。あ、雨が降っていた。で、まあトカゲ
かげ。肉、肉、肉、肉と。いった感じでね、魚も一匹に引き取っておきましょうか。この槍で。魚いないね、近場に。近場にいないんでね、もう今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。